こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才セカンド作成。右投げ両打ちのセカンド、フォームはヘビシマ。好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが、ヤクルトでやっていきたいと思います。ということで、天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星164。なるほどね。オッケーオッケー。で、まあ悪くはないか。いいでしょう。これ最後下だね。シャッフルするのはもったいないので。まずは、威圧感。スバラ。ハテナマス。これ輝いてくれたら嬉しいんですけどね。野球超人伝一発目から。強い。それは強い。パワーアップ。はい。赤が青。なるほど。なるほどね。どうしようかな。輝け。輝かないか。どうしようかな。回復がね、すごいもったいないよね。それでも、きっちゃー。それは強いぜ。ただ赤おにぎりもあるから怖い。なぜど真ん中に来るんだいと。ね、嫌がらせだよね。もう奇跡としか言いようがないぜ。ナイス回復よ。回復。いやー、どうだ。回復と、やる気。おかしいじゃん。悪意しかないじゃん、それ。それはきついな。やる気ボーナスも入らない。全部111。おー、辛いです。さすに。ハテナマスは行くんだぜ。攻めろ、攻めろ。やっておしまいな。補給。まあ、セカンドだからね、補給は大事。ナイス回復。回復来てるよ。落とす。はえー。はえよ。友達。失うな。さあ、ステージ3。ここからですね、弾道がある。なるほど。うわ、どうしようかな。悪くはないんだけど、シャッフルだな。オッケー、弾道回復。ね、宝箱。全部集まってくれた。超回復。選手に会いたいけど、きついかな。さあ、ここで、ナイス、パワー。拾って、肩強化。なるほど。ダンプランに、いいでしょう。ほい。輝くんです。なんで回復が、ね、そういう、ね、いじめを受けているんだいと。ナイス Q。弾道はもういらないと。パワー、うめえ。わー、シャッフルしたいけどな。発光。いやー、これシャッフルいらんくなったな。しっかりと守備、ミート、選手。監督だったんで、いいっす。ウィー、ナイスミート。いやー、上がってる上がってる。ステ3で435。いいですね。ステ4割ぐらいのね、能力してるわ。これはまあ、いきますか。輝く?シャッフルの。おお。これ、カレンさんに会いに、じゃ矢部くんに会いに行ったら、カレンさんに録音される確率高いんで、シャッフルする。右向き?左向きか。回復が2つ。ここがね、やばいのいるんで。はい。赤が青。いいんですか?いいんですか?そんな。止まる。いや、間に合うかな、これ。これ、はてな。なんで来たんじゃ?いろんな意味で間に合わんかった。しかも位置悪いし。右下、隔離ゾーンや。
まあこれ下でね、左側に抜けてきてくれればワンチャンですかね。ここはい落とす。まあ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 、でどっち行く。止まる2。やば、お戻ったぞ、戻ったぞあいつ。そしたらいらないかな。おーおい出てこいや。はい、矢部くん、矢部くんじゃなかったわ、ごめん。どこかのハッチでしたね。これシャッフル、いやーないな、ないな。よかったよかった、悪くはなかったんだけども、ちょっと葵がね、テレ屋さんでしたね。テレテレでしたね。これいっとこ、あー1か。いや2以上出してミートをね99以上にしておきたかった。そうすれば宝箱から出てこなくなったんで、悩ましい、悩ましいな。ミートが1個しかないし。はい、輝くんです、ミート出すんです。これちょっとどうしよっかな、ちょっとシャッフルしちゃおう。カレンの位置怖いけどね。うん、まそれはうまいね。まあ、弾道もいらないけどな。まあ、カレンさんの初手ロックは大丈夫。いいよっと。あー、これサンターナさんがずっとここでダンスをしててくれれば、カレンさんが出てくる場所がない。で、このハテナね、ちょっと行けないですね。行きづらいですね。いいよ、いいよ。サンターナがブロック。補給、うーん、557、査定としてはねよろしくないね。回復、輝け、パワーアップ、選手に相手総力ワンランクいくのありだな。おっと、これはカレンさんが止まった。123455、123456789010、いやミート下がる、取る、123456789、いやー選手が避ける、選手が避けてく。あーそっか、補給いらんかったから選手狙ってもよかったか。でも結局避けられてたもんな。ってことで573、コナミくんですね。前回ね、前、できたかと思うんですが、コナミくん。今回は、野手で、コナミくんの完成です。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前。星573から、上上下下、左右左右、LR くんという名前になりました。いかがだったでしょうか？名前がコナミコマンドになりました。基本能力超打撃より威圧感もあるので、果たしてどんな活躍してくれるのか期待してオートペダント回してみましょう。はい、1年間オートペダント回してきました。結果はこちら。打率3割5分3厘ミート S99、 威圧感、見事首位打者のタイトルをゲット、ありがとうございます。そして191安打、こちらね桑原さんに負けてしまったんですが、よく頑張りましたの第2位で、ホームラン43本は村上くんに1本差。いやーパワー比が強かったね。残念ながらホームランを取れず。そして119打点は第3位と、こっちも村上くんに取られてしまいました。ということで、見ていくと、三振は83で少ない。で、フォアボールが115。圧倒的ですね。素晴らしい。100超えるだけでもね、やっぱ珍しいんで、頑張りました。で、盗塁が12個。6割6分7厘の成功率。総力 B だったんで、まあ頑張ってくれた方でしょう。で、対左でね、かなり落としちゃってるんですが、もったいないと。対右は、まあなかなかですか。で、長打率6割4分7厘ダントツ。出塁率4割6分8厘でタイトルをゲット。OPS は 1.115。
ということで、今回のコナミコマンドくん取ったタイトルは、首位打者最高出塁新人王ベストナイン MVP の合計5つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。